ハ画人物図関西大学所蔵上殿校長、開園3年7月21日は、江戸時代に活躍した、大阪の絵師。当時反抗された、人名録や絵師番付には、必ずと言っていいほど眺められ、近世の大阪画壇を語る上で欠かせない人物の一人で、ある。松村五春及び中屋以降の門人、大阪の人、俗称は純造、字は、優秀といった。 校長、陽衆、もずく漢人と交している。船場のモメントンや、六代目阿波や、中次郎の長男として生まれたと言われるが、元稲荷座大武豪の子という遺伝もある。まず、史上派の絵師、松村五春に指示、後に、中井愛好の門人となってして、一家を成した。一説には、五春の門に入って、松村慶文に顔を学び、長三高虎、松本観山、 中川山町に指示したとも言う。紀州徳川家藩主、徳川成行に召されて御用絵師となり、上田姓と影葵の門を拝領。さらに十二代将軍、徳川家用氏の前で、御前記号をしたとも言う。作画期は文化から安世期。画風は史上派の流れを組むが、文人画風の作品や、拝画なども制作している。文政の頃には安藤寺町に住んでおり、 後に、天保、高下ごろ、南九太郎町に移り、海頃、ごろ、土生町に、そして、安政期には、古手町に居住していた。主として、地獅本などの挿絵を描いており、略画の絵で本も残している。代表作として、校長画府天地二冊、校長画府二編建婚二冊や、海江三年観光の、もずく略画一冊、及び、道著の復刻、分冊した。 校長略画健康二冊、上田校長奮本といった画符類が挙げられる。こうした画符類はあまりに絵をこうものが多く、弟子に教える暇がないために出版したと言われる。また、江戸後期の国学者、歌人である加納諸平が戦死西村中は小野広宝と合作をしている、千々凡、木の国名所図第三編、千々河内国名所図三十七冊、 などの半本もある。門人に山口町受け、田中君実、橋詰公衣西へ。また、大阪城付の寄木と推測され、校長が府の造反者として、その出版に協力した浅場井一氏がいる。さらに校長の子、公慶も絵師で、父と似た史上派をもとにした絵を残している。ありがとうございます。